ひよこのちょこっと TV のお時間です。皆さんこんにちは、平田涼子です。以前からですね、こうしてムービーは撮っていたんですけれども、継続して続けようということで、今回からちょこっと TV の番組としてお届けします。ちょこっとでいいので涼子にお時間をくださいね。はい、というわけでですね、こちらのちょこっと TV は涼子の最新情報をお届けできたらなと思います。ライブやブログ以外でもこうして、会えない時間は映像でいっぱいいっぱい配信していきたいなと思っています。毎月ね、ちょっと不定期ではございますが、どんどんできる限りこうして配信できたらなと思っています。はい、というわけでですね、何から喋ろうかな。あ、そうだ、この間、12月の7日にヴィーナスライブ14回目をさせていただきました。年末ということでですね、涼子もお客様も出演者も忘年会の気分でですね、なんかめちゃめちゃ楽しいライブになりまして、やっぱりライブっていいなとか思っちゃいました。そしてね、来年に向けてなんかもっと楽しいことをやらなきゃみたいな気持ちにもなりましたし、もっと身近に皆さんと私がこうコミュニケーションできる場をね、少しでも増やしていけたらなと思っております。それでまあ今年はいろいろあったので、ご心配かけた部分もあるかと思うんですけれども、それに負けじと私はなんか強い心を持って、来年はパワフルに元気に、頑張りたいと思いますので、引き続き応援よろしくお願いします。というわけで、皆さんに感謝の気持ちを込めまして、今日は朗報があります。それは何かと言いますと、私の年賀状があなたの元に届きます何もしないで届くわけじゃございませんよ。一応年賀状希望と書いてこちらにご一報ください。あなたのお名前と住所と、私に対しての、一言でいいので、メッセージなんかもいただけるとすごく嬉しいです。はい、というわけでですね、平田涼子今年も頑張りましたが、来年もさらにもうパワフルに頑張りたいと思いますので、お付き合いくださいということで、来年の初ライブの日にちが決まりましたよ。2013年は2月の8日金曜日に、東京飯田橋で開催します。イエーイ、わーい2月はですね、プライベートノイズカフェは毎年、ライブをやらせてもらってるんですが、ちょうどね、私の誕生日の2月でもあります。一つ大人になってしまうということで、なんかちょっと大人の魅力も発揮できたらなと思いますが、それはあるのかないのかその場所に来て確かめてください。私は大阪から東京に、駆けつけますので、皆さんもぜひ、東京の飯田橋にねお越しください。きっとね、私よりかは絶対に近いはずですねぜひぜひお越しください。生の涼子とぜひお話ししてください。そんなにお話は得意じゃないので、こうして喋ってるのもなんかこっぱずかしいんですけれども、少しでも私のことをね身近に知ってもらって仲良くなれたらなと思いますので、今後とも、ちょこっと TV を楽しみにお待ちください。はい、というわけで2012年は本当にありがとうございました。2013年も、どうぞよろしくお願いします。それでは良いお年をお迎えください。りょうこでした。またねー。